三浦建次は、江戸時代幕末期の大名。美作国勝山藩10代藩主。美作勝山藩三浦家15代。号は、旭州。弘化4年、第9代藩主、三浦弘次の長男として生まれる。父が病弱だったため、第一次長州征伐、第二次長州征伐に出陣している。父は、砂漠派だったが、荒幡継は、勤王派であり、慶応3年からは、津山藩、備中松山藩との砂漠同盟を脱している。慶応4年5月6日、父の隠居を受けて、正式に家督を継いだ。明治2年の藩籍奉還で、藩知事となる。また、藩名を、真島藩に改めた。明治4年の廃藩置県で免還された。明治17年、家族令施行に伴い子爵に叙せられる。明治28年9月11日、49歳で死去した。平成新宗旧華族家系体制には、子として一男三女を乗せる。男子は家督を相続した、三浦元次。長女の長は、沢千元夫人。元次は1934年に隠居。元次の子の吉次の時に家族制度廃止を迎えた。ありがとうございます。